エルンハルト三世は、バーデン編教博、後にバーデンバーデン編教博。聖ンゲン家のバーデン編教博クリストフ一世と、その妻のオッティーリー・フォンカツェンエルンボーゲンの間の、次男として生まれた。十八夫にあたる神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の、宮廷で育ち、マクシミリアン一世の一人息子、フィリップの幼い頃よりの遊び友達となった。フィリップが、 スペイン王家の婿となり、イベリア半島へ渡った際にも同行した。1515 15年に、父クリストフ一世が引退すると、二人の弟、フィリップ、エルンストと共に、バーデン返教薄領を継承した。1533年に、フィリップが息子のないまま死んだ後、バーデン返教薄領は、ベルンハルト三世の直系で、カトリック信仰を保った、バーデン・バーデン返教薄家と、 エルンストの直系でプロテスタント派となった、バーデンドルラ派辺境白化の領地に分裂した。ベルンハルト三世自身は、晩年には、プロテスタントの協議に共感を示し、バーデンの貴族身分の宗教改革の受け入れに、影響を与えた。1535年、死の1年前にブリエンヌ及びリュクサンブールリニー博、シャルル一世の娘フランソワーズと結婚し、間に2人の息子を設けた。 また、少なくとも6人の初出の息子がいたことがわかっている。ありがとうございます。